先日仕事が終わった後ツイッターを確認したらたくさん通知が来ており、私はついに MC が動き出したのかと冷や汗をかきました。恐る恐る見るとチャンネル登録者1000人おめでとうのお祝いの通知が来ておりました。 YouTube の方を確認すると確かに1000人を超えていました。フォロワー様に確認すると配信者の TJ さんという方が配信枠にて私の動画を紹介しており、その効果で増えたことが分かりました。これを聞いて私は大物配信者の影響力すげーと感心しました。しかし冷静に考えるとこれって無断転載じゃね？これはいけません。宣伝してもらえるのはありがたいのですが、さすがに許可を得てから配信してほしかったです。このことを注意するために TJ さんの枠に突しようと思ったのですが、こわ、平日の昼間から配信を行い、サングラスにジャラジャラしたアクセサリーをつけタバコを吸っている姿は反射そのものであり、一般社会人の私から見るとそれは異様な光景でした。しかしこの方はなぜ室内なのにサングラスや帽子をしているのでしょうか？このことについて彼のリスナーは疑問を感じないのでしょうか？そんな TJ さんを見て私の直感はこう告げます。この人絶対前科がある。そして調べてみるとやはり逮捕されていました。迷惑メールの送りすぎで、やったことと人相が違いすぎませんかね。問題です。迷惑メールの送りすぎで捕まった人がいます。 A と B どちらの人間でしょうか？こう聞かれるとほとんどの方は A の方を選ぶと思います。そして B は迷惑メールより暴行や窃盗で捕まっていると思うはずです。しかし実際は B の方が迷惑メールで捕まっております。しかも22億通も送っていたそうです。いや22億って日本人全員被害者やんけ。逮捕の際に TJ さんはこう言ったそうです。身元がバレないし苦情が来ないからやった。身元バレて捕まってるの草。この動画を見た皆さんに一つ提案なのですが、今からでも遅くはないので迷惑メール鬱陶しかったですと苦情のメールを送ってみてはいかがでしょうか。身元はバレないので大丈夫だと思いますよ。最後に TJ さん、私の動画を配信内で紹介していただきありがとうございました。 TJ リスナーの皆さんもチャンネル登録ありがとうございました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。